高知城にあるソメイヨシノの標本木に、今朝、気象台の職員が今年9回目の観測に訪れました。これとこれ、プラスこれ。ただいま、5輪咲いていることを、確認しましたので、高知では、本日開花ということになります。昨日は1輪でしたが、今日は5輪の開花を確認。平年より7日、去年より9日早く、1954年の統計開始以降3番目に早い開花です。今日の県内は晴れて、最高気温は四万十市の江川崎と中村で20度を超えたほか、高知市でも19度など、4月上旬から中旬並みの暖かさとなりました。卒業旅行で訪れた山口県の女子大生は、初桜です。どうですか？いや、綺麗ですね。春を感じます。開花の瞬間に立ち会えてよかったなって思います。またこの桜を特別な思いで見る人が、今月末で退任する岩城副知事です。隣の職場から来るっていうことは、最後になるのかなという思いはしてますけどね。まあ、見に来ますよ、これからも。高知城の桜の標本木は1週間後に満開になる予想です。高知城管理事務所はマスク着用やソーシャルディスタンスを保った花見を呼びかけています。